マヌエル・デランダは、メキシコ系アメリカ人の著述家、アーティスト、哲学者。1975年からニューヨークに住んでいる。スイスにあるヨーロッパ大学院大学で現代哲学と科学の教授を務める。プリンストン大学の兼任講師としてセミナーを開いており、都市を歴史的アクターとして捉え、それを理解する上で物質文化が重要であると強調している。スクール・オブ。 ビジュアルアーツで美術学士号、ヨーロッパ大学院大学からメディアコミュニケーション学で博士号をそれぞれ取得している。デランダは2004年から2012年までペンシルベニア大学デザイン学部建築学科で兼任講師を務めた。また、南カリフォルニア大学建築学部で客員教授として春学期に2週間の集中講義を教え、 自己組織化と都市制について講義した。コロンビア大学大学院建築学部計画、保存学科の兼任准教授として1995年から2006年まで教えた。クーパーユニオンのアーウィン・エス・チャニン建築学部の兼任教授も務めた、現在、プラット・インスティチュート建築学部教授である。デランダは、ニューヨークに15、 1975年から1982年にかけてスクール・オブ・ビジュアル・アーツの課題制作の一環としていくつかの実験映像を撮影した。この時のスーパー 8mm、16mm フィルムはノーウェーブに影響を受けたもので映像に対する方法論的、理論的なアプローチでもあった。オリジナルのネガフィルムが失われてしまったので流通しているフィルムを回収し、 2011年にアンソロジーフィルムアーカイブスがそれらの修復、再発行を行った。映像作家のニック・ゼットは、著書、チネマ・オブ・トランスグレッション・マニフェストにてデランダに触れ、ニューヨークを拠点とした多くの実験映像作家の一人として扱っている。2010年には、セリーヌ・ダンヒアの解雇的ドキュメンタリー、ブランクシティに出演した。デランダの映像作品の多くは、 大陸哲学と批判理論からのインスパイアを受けており、最も有名な作品の一つに、ローナーブス、A、リケーニアンスリラーがある。1980年代中期には、ボードリアールとドゥルーズの理論、命令とコントロールの技術、複雑系と人工生命に対する唯物論的関心、これらを非決定論的に総合する段階に移った。この時期の著作として、 パリーシング・ザ・スペクトラム、ウォー・イン・ザ・エイジ・オブ・インテリジェント・マシーンズがある。この時にはもう、ポストフロイト的な無意識の理論や、映画理論のすべてに対する関心は失われていたと、いう。デランダの著作には次のものがある。ウォー・イン・ザ・エイジ・オブ・インテリジェント・マシーンズ、A thousand years of ・サウザンド・イヤーズ・オブ・ノン・リニア・ヒストリー、インテンシブ・サイエンス・アンド・バーチャル・フィロソフィー、 A new philosophy of society, assemblage theory and social complexity. 論文の業績も多数ううあり、ヨーロッパやアメリカでの講義経験も豊富である。著作では、フランスの哲学者、ジル・ドゥルーズとフェリックス語の理論を主に扱う。一方で、近代科学、自己組織化、人工生命、人工知能、経済学、建築、カオス理論、 科学史、非線形力学、セルオートマトンについても主題的に論じている。最新調のフィロソフィカル・ケミストリー、ジーニアロジー・オブ・エイ・サイエンティフィック・フィールドでは、デランダによる科学哲学、科学論に対する革命的な介入がさらに推し進められている。ありがとうございます。